ソーラーダイナミクス・オブザーバトリーはアメリカ航空宇宙局が打ち上げた太陽観測衛星である。打ち上げは2010年2月11日に行われ5年以上に渡る太陽の継続観測を予定している。この衛星はリビングウィズエースタープログラムの一環である。LWS プログラムの目標は日々の生活にも関連の深い太陽、地球系を 科学的によりよく理解することである。また土の目的は、太陽体系を高い空間分解能、時間分解能で多波長を観測し、地球と地球周辺の空間に対する太陽の影響を調査することである。土は、太陽磁場がどのようにして形作られ、そこに蓄えられた磁場のエネルギーが、どのようにして太陽風や高エネルギー粒子 太陽光に変換されて地球周辺も含む太陽圏に放出されるのかを調査する。スチュ衛星はメリーランド州にある n、AS、a s a ゴダード宇宙飛行センターで組み立て及び打ち上げ前の試験がなされ、2010年2月11日にケープカナベラル空軍基地から打ち上げられた。5年3ヶ月にわたる軌道上での観測を予定しており、さらに5年間の追加運用も期待されている。 スチチは先に打ち上げられた太陽観測衛星双方の後継機と位置づけられることもある。スチチは三軸姿勢安定方式をとる衛星であり、2枚の太陽電池パネルと2機のハイゲインアンテナを備えている。スチチには3つの観測装置が搭載されており、コロラド大学ボルダー高大級宇宙物理研究所との協力で開発されたイブ ロッキードマーチン太陽天体物理学研究所との協力で開発されたアイアである。観測されたデータは地球に送られて直ちに利用可能な状態に置かれる。イブは太陽の極紫外線放射を既存の観測装置より高い波長分解能、時間分解能、正確性をもって観測することができる。イブでの観測により、 極紫外線放射の変動と太陽磁場の変動との関係を説明する物理モデルが構築されることが期待される。太陽から放射される高エネルギーの極紫外線は地球の上層大気を熱視電理層を作る主要因である。太陽からの極紫外線放射は瞬間瞬間の短時間を変動とともに11年の太陽周期に沿った変動も存在する。この変動を理解することは 地球の大気の加熱や地球大気が人工衛星にもたらす効力を理解すること、さらに GPS 衛星も含む衛星通信の質を確保する上でも重要である。イブはコロラド大学ボルダー高大気宇宙物理研究所のトム・ウッズ博士が率いるチームによって制作され、2007年9月7日にゴダード宇宙飛行センターに引き渡された。イブは既存の装置に比べ、 波長30ナノメートル以下の波長域における周波数分解能が7割、10秒ごとに測定を行うことで時間分解能も3割向上している。ハミーはスタンフォード大学が主導して開発された観測装置であり、太陽で起きる様々な変動を観測し、非進学の手法を用いて太陽内部を研究するとともに、磁場活動についても探査を行う。ミノ 観測データにより太陽変動の仕組みや太陽表面の磁場活動に関連する太陽内部の物理状態を調査することが可能になる。また、大きく広がった太陽コロナ内の磁場の変動に関する研究も可能である。このようにハミーは太陽内部の活動と外部の磁場活動の関連を調べることが大きな目標である。ハミーは太陽表面の磁場を 継続観測するという面で、先に打ち上げられた太陽観測衛星双法の観測装置、MDI の機能を拡張するものである。アイアは、ロッキードマーチン太陽天体物理研究所によって製作され、紫外線及び国紫外線領域の複数の波長で、高い空間分解能、時間分解能をもって太陽全面を撮影することができる。 アイアには波長に応じて4つの望遠鏡が搭載されており、この望遠鏡はスミソニアン天体物理観測所によって作られたものである。スッチュのミッションパッチスッチュは2機のハイゲインアンテナを使って科学データを K バンドで2機の全方向性アンテナを使ってテレメトリーデータを S バンドでそれぞれ地球に送信する。地球局はニューメキシコ州。 ホワイトサンズミサイル実験場に建設された2機のスチュー専用18メートルパラボラアンテナである。衛星完成は n a s a ゴダード宇宙飛行センターの完成室から衛星を遠隔操作することにより行われる。データレートは1 3 0ガビット s であり、衛星は1日あたり1 5テラバイトのデータを生成し、毎秒1.5億ビットを地球に送り返す。 スッチュの打ち上げなさけネディ宇宙センターのローンチサービス、プログラムがスッチュ衛星とロケットの結合を及び打ち上げを担った。スッチュはケープカナベラル空軍基地の41番発射台からアメリカ空軍のイ、e、ーラブ計画のために作られたアトラス V-401 ロケットで打ち上げられた。打ち上げ後、 スチュは初記事価値点高度 2500km で地球を周回する軌道に投入された。その後スチュは高度 36000km、軌道傾斜角28.5度、整形102度の対地同期軌道に遷移した。ありがとうございます。